やばい。謎のボックス。でかっ。はい、こんにちは、ナースケです。現在ね、イタリアのね、イギリスだ違う、イギリスのね、マンチェスターってところにいますね。で、ここでね、まあね、大調査をしたいと思いまして、イギリスのファストフード、日本と全然違うのっていうことでね、イギリスにもちょっとあっちにもある通りね、マクドナルドがあそこにあったりとか、ケンタッキーがね、あっちにあったりとか、まあいろいろね、こうフードコートなんですけど、まあいろいろあるわけですよ。で、ここでね、まあ僕ちょっとファストフード食えないんだけど、まず調査として、日本より美味しいのか、イギリスのね、独特のメニューとかあるっぽいから、そういうのをね、ちょっとね、食べてもらおうと思って、あの大食いマスター、嫁助さん。そして僕はね、イギリスでもダイエット食ってあるのかって、マックとかでも意外とね、ダイエット中に食える飯とかがあったりするんですよ。そう、これ意外なんだけど、それがイギリスにもあるのかっていうのをちょっと見ていきたい。まあマックとね、KFC、とりあえずね、この2個に、ね、とりあえず行きたいなって感じですね。マックだけになるかもしれないけど、とりあえずね、一旦マックの方に行きます。どうですか？あんまりオリジナルのはないです。え、オリジナルない？意外と日本と同じ。完全にさ、これはアメリカと同じで、タッチ式スタイルですね。うん。え、でも MC プラントとかなくない？マッククリスピーはあるけど、クリスピー美味しそうだね、クリスピー。うん。マックチキンサンドイッチとか、ベジタブルデラックスとかあんまなくない？マヨチキンとかさ。マヨチキン美味しそうだね。うん。ここら辺は一緒だね、チーズバーガー、ハンバーガー。意外なのがさ、このイギリスにさ、ビーガンがあるんだよ。うん。え、あ、そっか、ポテトってビーガンか。アップル&グレープフルーツバッグとか。へえ。なんだろうね、これ。しかも食べれるよ。34キロカロリー。一応ね、ここにあるモバイルオーダーで頼みました。まあいろいろね、日本にないメニューがめちゃくちゃあったんだけど、ちょっとね、全部は食べきれないんで、食べれる分だけね、頼んだんだけど、なんとね、レシートがね、出てくるって書いてあったら出てこないっていう緊急事態です。まあ受け取り場所があるんだけど、まあ多分ここで受け取れるかなと思うんだけど、海外怖いね。なんか海外あるのなんかな、これ出てこないっていうのは。 Thank you so much。すごいぞ。よし、来たよ。わお。どんな味なんだろう。ちなみにね、イギリスのマックのメニューにもね、カロリー表記がありました。日本にもあんのかな。もうイギリスは特にね、なんかカロリー表記は厳しいっぽいね。すごいカロリーがいっぱいあります。よっしゃー、ということで、うん、やばい。とりあえずちょっと一個ずつやっていきますか。まずマヨチキンだよね、多分これハンバーガー、多分マヨチキンっていうのはね、多分ないんだけど、どんなものでしょうか。ちょっと嫁助さんの今回夜食でございます。なんか湿ってますね。湿ってますね。袋が湿ってますね。湿っているそうです。え、待って、ちょっと待って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 。何？パンやばくない？パンがね、すごい、見てください、これ結構しなってる。しなしな、なんかホットケーキみたいだね。うん、パンの感じがちょっと違うわ。普通のバンズじゃない。どうぞ。お味を。うん。あ、普通に美味しい。香りがチキンクリスプみたいに香りがする。うん。チキンクリスプでしょ。チキンクリスプでした。でも確かにさ、チキンクリスプってさ、うん、マヨネーズとチキンが入ってるよね。マヨチキンなんだ。パンはチキンクリスプ。ちょっと違う。ちょっとだけ、一口だけ食べる。うん、いただきます。あ、チキンクリスプだ。チキンクリスプだった？でもチキンクリスピーっていうのがあったんだ。でもクリスピーって違うのかな。でもマヨチキンじゃないもん。そしてこれですよ、ビッグフレーバーラックスがありました。でも超美味しそうなんだけど、やばい。うわ、うわ、めちゃくちゃ美味しそうで。うん、チキン、うん、美味しい。ちょっとサラダの部分食べて、いただきます。バーベキューソースがすごい。あ、これ美味しいね。うん、BLT サンドみたいな感じだ。うん、BLT のラップバージョン。うん、めちゃくちゃ美味しくないか。うん、普通にめっちゃ美味しい。僕の方でもちょっとね、ダイエット食を買いました。まず1個目がね、これね、46キロカロリーのアポ、まさかのマックにフルーツがあるっていう、うん、このね、ぶどう。あ、普通に美味しいわ。本当？うん。で、リンゴ。普通に日本のマックにこれあってほしいんだけど。確かに。これデザートにしようっていうのもね、うん、もう一個
これですよ、これこいつがね、なんだ謎のボックス入っております。これはね、見てください、これやばくない？で、このね、多分チキンが胸肉なんだよね。多分これはオスだよね。ちょっとこいつもせっかくだからかけてみようかな。一応ね、こんな感じ。すごいね、これ美味しいサラダがマックでも食べれるの。そう、多分さ、日本だとさ、あのコーンサラダしかないんだ。うん、おう、黒酢、オスや、黒酢や。海外はこの黒酢が多いんかもね。でも味がないとちょっと寂しいし、うん、イギリスはね、この黒酢しか頼めなかったから、うん、ちょっとこれでいただきたいと思います。いただきます。果たしてお味は。待って、これボイル、皮ついてない。お、ちゃんと皮が外れてる。いただきます。うん、超美味しい。ちゃんと胸肉だ。マックに胸肉があるってありえなくない？イギリスはさ、うん、なんか胸肉よりもも肉の方が安いって言ってたね。うん、そう、イギリスマジでももより胸の方が高いのか。胸の方がちょっとね、手に入りづらいんだよね。うん、マックのこのお酢のソースは美味しい。あんまりお酢好きじゃないんだけど、うん、うまいよ。でもこれ美味しい。うまい。ちょっと食べてる途中なんだけど、 KFC もね、結構いい感じのがありそうだから、メニューを見に来ました。調査隊、嫁助はね、あっちの方でちょっと待ってます。わー、なんとね、 KFC クローズだった。しょうがないね。ちなみにね、このマックの値段はマヨチキンが 1.3 ポンドかける180倍だから、うわ、高いよ。200円ぐらいする、マヨチキン。チキンクリスプ120円ぐらいだよ。ほんか。うん、このラップだけ4ポンド800円、750円とか結構すんね。うん、このフルーツちっちゃいやつだけでも180円ぐらいするから、うん、日本のマックより高いかも。うん、で、合計で9ポンドしたから、今のだけで、まあ、2倍って考えても1800円。まあもうちょっと低いと思うけど、だけどやっぱ結構高いわ、うん、マック、うん、市場調査。ちょっとね、こう移動しないといけないんで、持ち運びながらね、移動していきます。暗いケンタッキーにやってまいりました。すごいね、めっちゃ美味しそう。めっちゃ嫁助が好きなタイプのハンバーガー。あの、ハッシュドポテトが本当に大好きなんです。え、これちょっと一個いっちゃう？ Thank you。 ということで、ケンタッキーなんと、めっちゃいいよ。これですね、これが多分日本にないバーガー。バンズの形違う。なんか細長いね、すごい細長いね。こっちから見るとすごい。ちょっとこれいっちゃってください。これはハッシュドポテトとチキンがね、詰まってる。多分ハッシュドポテトが嫁助大好きで、チーズを抜いてます、嫁助の嫌いな。ちなみに嫁助ね、この前にめちゃくちゃ爆食してるんで、その動画もよかったら見てください。どう？すごい食いっぷりだね、マジで。よくこんな食えるよ。美味しい。美味しい。僕ね、これ何かっていうと、ダイエット食見つけました。これがこちら。で、これ多分ないでしょ、KFC に。普通。めっちゃいい匂いするんだけど。なんと、トウモロコシです。いただきます。あ、ちょっと日本のトウモロコシよりベチャベチャしてる。うん、でも美味しい。ちょっと水っぽいね。まずくはない。KFC で、まあ、これね、飲めるドリンクがあって、セブンアッパーサイダーみたいな、セブンアップサイダーみたいなのがあって、これ全部飲んで5キロカロリーだから、ほぼ0キロカロリーみたいなもんです。うん、知ってるこの味。おいしい。レモンスカッシュみたいな。レモンスカッシュだ。うん、これです。美味しい。そしてなんとですよ、甘いの1個頼もうと思った。何これ、こんなにクッキーついてきたんだけど、4枚ぐらいあるんだけど。1枚のチョコレートなんだろうね。シェアハピしよう。お味見お願いします。クッキーマスターだからね。すげえクッキーだこれ。あー、これ重いね。うん、かけ4はいらん。ねえねえ、かけ4はいらん。かけ4枚あります、これ。
ていうことでね、まあいろいろ頼んでみたんですけど、まあ、結論でかいし濃い、うん、そしてめちゃくちゃ美味しい。昨日ね買ったんですけど、昨日ちょっとお腹が本当に、またシェアしましょうみんな。でかっ、このクッキーでっかくて4枚入ってます。めっちゃり系のもう激重クッキーだったんで、ちょっとこれはね、まあちょっと一旦売れ続きをね、ちょっと朝のうちに消費しますか。もう顔中ニキビになっちゃってますけど。昨日の方が美味しかった。これを今食べる理由としては、うん、7時半のモーニングの時にお腹いっぱいやったらダメやから、あ、そういう食べるでしょ。一刻も早く食べる。温めるって大丈夫ですか？うん、私結構冷たいの好きなんだ。私ハッシュドポテトが大好きだから。おはようございます。あ、コロッケが完全に復活しました。おはようございます。すごいね。これ今食べてる理由は7時半にお腹いっぱいあったら困るから。理想の体はみんな違うをコンセプトに炎のマークが描かれたアパレルも販売しています。よかったら概要欄から詳細をチェックしてね。